柴戸からスルーした、興梠反転してシュートちょっと絡んでいった、左サイド関根がいる、中にちょこんと送ってシュート決まった、押し込んだ、逆サイド走り込んでいたのは橋岡大樹、まあ、今のも右サイド広げたところから斜めに入ってコンビネーションが出てうまかったですね。久美が入ってこれ空振りしましたけど、その後の修正、そして関根グラウンダーのボールうまく抜けましたし、はい、最後は橋岡ですかね、はい、